いつも YouTube 見てくれてありがとうございます。僕のね、コーナーの中にプロフェッショナルハワイというのがあります。これはですね、ハワイで活躍している人たちをフィーチャーしたチャンネルです。今回はですね、なんとあのディズニー映画のステップアップ知ってるかなの、ダンスムービーに、女優として出演している日本人の甲田真理さんに、お話を聞いてみることにしました。お金もないし、ヒップホップでご飯が食べれるなんて思ってないし、学生ビザで何やっちゃってんだっていう話で、アロハータカです。こんにちは。今日はですね、毎年ハワイに遊びに来てくれている僕の友達の甲田真理さんです。こんにちは。こんにちは。アロハー、どうもです。あの、知る人ぞ知る、ステップアップっていう映画のジェニー・キドという役で、2から5ですよね。そうですね。ね、女優として出てらっしゃる、はい、ダンサーでもある。そして今、サーファーですか？最近サーフィンにハマっております。サーファーである、ありがたいことに。マリさん、はい、今日来ていただきました。おダンサー、そうですね。別に夢じゃなかったんですけどね。どうなぜかどういうきっかけでそのプロのダンサーに？なんか語学留学で英語を喋れたらいいなと思って行って、はい、音楽を理解したかったんですよ。はいはいはい。洋楽の何言ってんだろうっていう。それはラップだったりロップだったり。いや全然、なんかポップ、ポップ系、ポップミュージック系から何から何まで。こう好きな曲、MTV とかで、日本の MTV で流れてるような曲を何言ってんのかなと思って、 そう、それで行く予定だ、語学留学、いや違う、最初に行っちゃったんですよね、もうニューヨークに喋れないまま。はい。その時になんかもう直感で、あ、私ここで生きていこうと思っちゃって、あ、そう、それでまだ高校生だったから高校は卒業しておいた方がいいと思って、日本で卒業してお金貯めて、うん、で行くにはそのビザがいるって言って、じゃあ英語喋れないから行こうと思って、で行って、まだ全然踊ってなくて、そうで1軒目は喋れなすぎて、なんか日本人の子たちに超ブーイングくらって、なんで来たのニューヨークとか言って、誰も知らない、そう、頼る人もいなく、そう、いきなり、そう、それもなんか高校生の時に、うん、高校生の時は違う、たまたまあの日本で夜遊びしてる時に出会ったクラブのお姉さんに、なんかニューヨーク行かない？いや、なんか音楽とかのこんなとこにいんだったらってニューヨークじゃないとか言われて、じゃあ行っちゃおうみたいな。で初めての海外旅行はその見ず知らずの初対面の女の人に出会って、ああ、それで、あ、じゃあ行ってみますみたいな。でその人がなんかもし行くの決める、行くって決めるんだ、あの本当に来るんだったら、あのいいお家泊まってとか言って。あ、そうなの。あ、そうそう、ニューヨークから来てた人だったんだ。ニューヨークにアパートがあったのかな、確か。そう、でもその人もニューヨークに行ったらなんか何日かしたら、うん、私ちょっと違うとこ行くからって言って、また、あ、私はその時1ヶ月の間いたんだけど、1ヶ月の時に、あ、やばい、ニューヨークいいと思って、何ここには自由があるとか思って、直感的に、あ、住もうと思って、それでお金貯めて、で語学留学その後にして、でその2軒目の語学学校で出会った子がすっごいクラブ遊び好きで、あの踊るナイトクラブで、あの、マリちゃんクラブとか行ってるとか言われて、うん、行ってない、行きたいって、そっからドハマりしちゃって、あ、うん、ダンスにクラブに面白いってなっちゃって、それでずっとそうクラブ通いして、
それニューヨークのどの辺？ハーレム？うん、全然マンハッタン、もういろんなところ。そうそう、ダウンタウンとかミッドタウンとかいくらでも毎日パーティーはあったから。うん。で、女の子だと大体無料だし、そうそうそう。だからすごい、それでなんか、あ、うまいじゃんとか言って。ダンス英語もわかん、そう、まだ英語もわかんないのに、なんかほら、バイブスじゃないけど。はいはい、はい。なんか、あ、いい感じなんだ、みたいな。そう言ってくれる。ほら、こっちって、アメリカって結構なんか、気に入ってもらえると結構直でいろいろ言ってくれるじゃないですか。うん、それで、そっからなんか、あれもしかしてみたいな。なんか、ダンスいい感じみたいな。それしたらオーディションに行くようになって、オーディションに誘われるようになって、行くようになって、合格するようになって、エージェントのオーディションにも受かって。でもそれって、もともと日本でダンスのベースは？いや、ほとんどない。なんかもう。レッスン通ってたとか。あ、レッスンは一貫、そんなお金なかったし。すごい。そんなのないし、お金もないし、ダンススタジオとか、全然行けるような、そんな身分じゃないっていうか、とにかく家で洋楽聴いて、もう訳も分からず、なんかミュージックビデオテレビで見ながらこう真似するみたいな、そういう感じだから結構独学で、だからプロになってからあれですよ、あのなんかもうちょっと基本みたいな、何もほら独学でやってきちゃって多分チャラいなと思って、だからちょっとなんかクラシックバレエやろうと思って、うん、クラシックバレエのあのクラスに受け行ったら、もう、もう超白い目、何にも分かってないのに中級とか受けちゃったから、何この子みたいな、何しに来ましたみたいな、ビギナーじゃなくて、そうみんなピッシーとかなってる時に、何何何これ来ないみたいな、やばいピアノ弾く人いるみたいな、わけわかんないと思って、でもさすごいと思う、ニューヨークってそのダンスでね、夢を見てプロになるんだっていう子たちいっぱいいるじゃない。で、やんまほどいっ、もう自分の時間を犠牲にしてアルバイトして、そのお金でもうスクール通ってオーディション受けて、全然目が出ない子もいるじゃない。そう。で、私も最初語学学校1軒目行きました、で2軒目行きました、どんどんほら貯金がなくなっていくわけじゃないですか。だから日本食レストランでウェイトレスとかしてて、でもほらオーディションとかあったりとかしても、なんかお店の人とかに受かりもしねえオーディション行ってって、時間と時間の無駄だろうとか、もう散々言われてたし、行ってどうすんだよって、ほら、すいません、シフト、この日オーディションあるんで出れませんとか、そういうことを言うと、えって、受かるかもわかんないオーディションとかのために仕事とか休むんじゃねえよとか言われてたし、うわ、怖ーみたいな。それ居酒屋系？うん、普通の日本食レストラン、そう、すごい結構、だから誰もそんな当時そのヒップホップでご飯が食べれるなんて思ってないし、まさに日本人ですね。そう、日本人だし、うん、ビザも学生ビザで何やっちゃってんだっていう話で、うん、運よくソーシャルセキュリティナンバーはあったから、おう、なんか友達のついでについてったの、何も知らずに、うん、初めてニューヨークに来た時に、で番号があってさ、マリちゃんっつって、この番号があるといろいろ変わるんだよって言うから、私もなんかその番号欲しいとか言ってついてって、その子は断られたわけ。あら、学生にソーシャルセキュリティナンバーは渡せませんと。はい。で次私だったの。ほんで私もダメって言ったら I don't know とか言って、私の拙い英語ですよね。うん、うん、欲しいっつって、ああI want that number! つって、うん、わーって喋った。もう全然どかないわけよ、その窓口から、うん。一歩も譲らないみたいな、うん。ダメだって言ってんのに、この子何にも。聞かない。そう、多分説明してくれてたのね、なんでダメなのか。うん、でもそれすらわかんないから、私、聞きたてで。ずっと待ってたら、なんか、くれて、ソーシャルセキュリティナンバー。すごいね。でそれがあったから、たまたま、学生でも、1週間20時間、20時間週20時間だったら働けるっていう感じのやつで、それでウェイトレスやってたんだけど、そうすごい受かりもしないオーディションとか言われるたんびに、なんだろう、そっかーと思うでしょ。でもね、ニューヨークってそういうところがあって、そのダメって言われて諦めちゃうのと、ダメって言われてもいや、いるんだと、
欲しいんだと言うと、ごねるんじゃないんだけど、こう希望を伝えると通るところがあるのがニューヨークなんだよね。ニューヨーク、チャンスの街。そう、もうまさに。だから 今がどうだかは全くわからないけれども、うん、すごいラッキーな時に行ったのかなっていうのは、うんうん、思いますよね。だってチャンスだらけっていうか、だからなんかこうチャンスをチャンスじゃないと思う人もすごい多くって、うん、どこで何がつながってるかわかんないのがニューヨークじゃないですか。はいはいはい。でそれをなんかこう何にも考えずに、あ、無邪気にいたのは良かったなと思った。だからこの人、うん、あ、この人仲良くしといた方がいいのかなとか、うん、この人なんかもしかしたらコネクションあるのかもとか、うん、そういうのを全然無視してこう人と付き合ってたから、とんでもないところからこうオファーが来るっていうか、うん、突然遊んでたね、なんかクラブにいた人がたまたまいつもいるよねみたいな、いつもいるみたいな、うん、ってことはお前もなって思いながらさでもそういう人がさ、なんか今度オーディションあって絶対にあなたがやった方がいいと思うから絶対オーディション行った方がいいとかさ、そんなのさ、なんか話しかけられてさ、うわ怖い、知らないしこの人って思うかもしれないし、うん、ね、そんなの分かんないけど、うん、でも素直にそれ答えたら、そうやって見ててくれる人がいるんだと思って。じゃあそのオーディションを受けて、そのステップアップって映画のに結びついて、1500人ぐらいオーディション受けたみたいで、それも後から聞いたんですけど、なんかそれもオーディション何のオーディションだか分かんないで行っちゃってなんかオーディションあるらしいよっていうのを聞いて行くつもりもなかったわけ。これ夢見てる子たちもいるわけじゃん。そう頑張って行ってた子もいるわけじゃん。そうなの変でしょ。だからね、本当にそう運だけで、とあとね、無欲なんだと思う。そう、なんとかなったんじゃないかこの人っていうのは、うん、よく言われて、うん、うん、なんかこうみんな必死に頑張って頑張って、根性で夢で希望でって言って、私がいつも結構お話しする機会がある時に言うのは、そのなんだろう、あの目標とか夢とか、うん、そういうのはあんまり必要ないって思ってて、なんか何かっていうと、結局その夢とか目標とか立てちゃうと、そこにたどり着けないとすごい落ちちゃうじゃない。はいはいはい、気持ちがなんか心折れるっていうか、うん、でも何にも夢とか目標とかなかったら、ただ純粋にその今っていうところを楽しめるっていうか、うん、それが大きな違いなのかなと思って、変になんか、だから夢はプロダンサーなんて思ってないし、夢はハリウッド映画なんて思ってもないし、うん、ただ純粋に自分が思ったのは、あ、ニューヨークで生きていこう、うん、ものすごいシンプルなところだったから、うん、もうニューヨークで生活できてるだけで OK だったわけ、うん、私の中では、うん、でクラブ遊びにハマって、うわやべ超楽しいと思ってどっぷり使って、そっからチャンスがやってきたっていうか、うん、あ、そうなの、こうなのみたいな。だからその映画に関しても、映画をやろうと思ってってたわけじゃなくて、そもそもなんか、そのクラブ遊び始めてる時にコンテストとか出るようになって、うん、クラブのバトルとかそれで勝つようになってきた時に、ニューヨークでいろいろ知られる、アンダーグラウンドの中で知られるようになって、でミッシーとティンバランドのミュージックビデオの時に、そのたまたまその私がバトルで勝ってる時に、そのミュージックビデオの監督が来てたんですって、であの子誰だろうって、あの子を使いたいっていう、そういうのがあったみたいで、キャスティングディレクターの人がなんかマリを探して、絶対どうもその話を聞くとそれはマリっぽいって言って連絡が、うん、来て、結局伝わってきて、で実際そうで、そうでそんな感じでっつって、なんか適当にやってくれたらいいからってセットで言われたのね、うん、でそれでリハーサルだと思って適当に踊ってたら本番でそれでその後リハだと思ってずっと下着てましたの、あの着替え室っていうか、そのキャストの人たちのところで、うんうん、夜になっちゃって誰も呼んでくれないわけ、私これ騙されたんだと思って、でその監督に直接言ったわけよ、私ずっといるのになんでって言ったら、君の撮影はだいぶ前に終わったけど
覚えてるって言われて、ああ、うん、確かカメラリハーサルかなんかしたよねみたいな。リハなしでもういきなり本番だったんだ。そう、なんでかっていうと監督はそのクラブの私の状況を見てて、クラブのバトルって何がかかるかもわかんないし、ああとりあえずその当たった相手とバトルだから、うん、あこの子は即興でフリースタイルができる子なんだっていう体で雇われたみたいで、そのビデオ、あーもうカメリハなしでもう一発本番いきなり、そうで2、3回やったのね。じゃあ音楽流すらうんとか言ってで踊ってわー踊って、ほんであーそういう感じとか言われて、おーそうなんだって、また音楽かけるね、うんっつって、でなんか横にラッパーの人とかいたから、あそんな感じで踊るんだったじゃあ私もちょっと合わせよっかみたいな感じでやってて、そしたらそのミュージックビデオがものすごい結構ダンサーの中では知られてるミュージックビデオ で、 その時に LA とかでも私が知られるようになってて、そうだからステップアップのオーディションも全然知らないで行って、で帰りオーディションっておまけにほらカメラの前で一言どうぞみたいな、うん、5時審査ぐらいまであったのね。それで長いっつってすごくしたのカメラに何番マリーって長いすげえ回ったとか言って超ディスってたの俺何のオーディション出たか分かんない、なんでこんな時間かかんだこのオーディションと思って、で帰りに友達に会ったのエレベーターで、でなんかすっごい長いオーディションじゃなかったと思うって、何のオーディションなのって、もう何それ、何もうすごい大変だった私とか言って、こんな長いなんて知ってたらもうちょっとなんかいろいろなんかさってブチブチ言ってたら、ステップアップ2だよって言われて、えコマーシャルなんでよ2って何っつって、そのステップアップ2って2何って言ったら、違う2だよって言われて、え待ってってことはじゃあ1があったのみたいな、うん、あったよって言って、もうダンス映画も見たことなかったし全然興味がなかったから知らなくって、うん、そうで忘れた頃に連絡来たから受かった時も分かんなくて、うん、断っちゃったの、なんか「コングラチュレーション」って言って「You get the job」って言うから「何のジョブ?」っつって、ほんで「えいやディズニーのステップアップ2ですけど」っつって「おお」とか言って「受かりました」って「おお」とか言って「何だっけ何だっけ?」と思ってもう何週間か前だったから、それで結局あすいませんって友達の結婚式があるからできませんっつって、うん、私もう明日立つんでって言ったらえっつって、で断って LA に行って、 LA に行ったらもうダイブウィングでその話したら、え映画でしょ、なんか映画って言ってたっつって、えやんなきゃダメじゃない、えでも結婚式だって6ヶ月前ぐらいに聞かなかった、来てってそっちじゃないって言ったら、最優先はそっちだと思ったよって言ったら、マリバカだマリバカだって言って、その子またさらにいろんな人にマリバカだよ映画を断ってるっつってすごい言われて、それで結局みんなに説得されてすぐ電話かけ直せっつって、やっぱりやるって言えって言われて、え私 LA まで来たのにっつって、うん、で連絡してやっぱりやりますって言って、だから他のダンサーとか俳優さんとかより全然後からその撮影に入って、でもなんかみんな噂になってたみたいで、断ったよ、違う帰ってきたよ、いや、うん、違う、あのねどっち、なんかね、なんか結婚式で来ないらしいよってダンサーたちの中にみんな言ってて、そうそう、で、それの時に助監督みたいな人から連絡あって、マリーってやっと来たねみたいな、ほーいってで、マリーのキャラ設定をって言うから、キャラ設定ってあー、あれがいいよってあのさ、私日本人だしって英語喋ると信じ込んでる全然喋れないやつでいいよっつって、おーなんか面白いとか言って、でなぜかその交換留学生で、うん、もう完全に英語喋ると思い込んでる全然喋れないやつで行こうって決まって、うん、そうだから私だけアドリブで映画の劇中で、あそうなの、あれジェニーキドっていう役は、そう私だけなんか台本が遅れていっちゃったでしょ、うん、だからその全体のストーリーの台本を一切もらってなかったの。あでそのダンスも踊るシーンがあるからダンスのリハーサルばっかりで、だから自分がカメラがあっても自分が映ってるか映ってないかも分かんないし、うん、でも突然話しかけられたりとかするから、それがもう
すごい有名になったのが、そのなんかあのあれアクセントあるよねマリーみたいな、あ軌道って言って、えないないアクセント全然ないない、どのアクセント全然なまってませんけどみたいな何言ってるんですかみたいな感じで、そっからなんか裏、これは裏話で3の撮影してる時にあのプロデューサーのディズニーの人から聞いたんだけど、もうそれですっごい、あもうこの子は3も絶対出てもらおうって思ったんですって、面白すぎるって言って、これで面白いそうなんだと思って、でそっから4もそう4で5までそうね、でも私そのこと知らないじゃない、うん、私ちょうど2の撮影終わって公開もされて、でハワイに来てたのね、したらステップアップ3のオーディションがあるって噂が入ってきたの、えと思って、待って、私ジェニーキノで出ちゃった、次何で出ればいいんだろうと思ってオーディション行っちゃったんですよね、うん、ステップアップ3の変装して、うん、ずらかぶって、うん、でもうだから自分は2でジェニーキノやっちゃったから、ジェニーキノじゃないようにに変装してったら、速攻速攻監督にマリーどうしたって言われてあれもうバレてるみたいな、えメガネをかけたの、サングラス薄暗いやつ、速攻バレて、えってだってオーディションある連絡も誰からもなかったしつって、だからもう私じゃダメなんだと思って変装してきたって言って言ったら、もうキャスティングされてるやと、マリーつって、もう決まってる人でオーディションする必要なくないって言われてだからかって、あ分かったって、そこずっとってメガネ取って私帰るわってそこ帰って、そうすごい面白い、そう受かったん、そっか受かる受かんないじゃないんだ3みたいな、はい、いやーすごかったですね。もともとはそのクラブ通いが大好きで、そこからいろんな人に出会い導かれて、でその今の成功を収めたというマリーさんのお話、とても参考になりました。そして次回はですね、このコロナ禍でそれまでやっていたダンス、そしてレッスンとかも全てなくなってしまった中で、マリーさんがどのようにそのコロナ禍に向き合い、どのように今生活しているのかを、次回紹介していきたいと思いますので、お楽しみに。